旧電子剤、旧電子剤、旧電子剤、エレクトラファイルあるいは、旧電子試薬、試薬、旧電子種、種とは、異なる、科学種の間で電子の授受を伴いながら、化学結合を生成する反応において、電子を受け取る側、奪う、側の科学種を指す、有機化学などで使われる用語である。これに対し、電子を与える、側の科学種は、嗅覚剤、ニュークリアファイルと呼ばれる。 エレクトラファイルという故障は、ニュークリアファイルと共に、クリストファー・ケルク・インゴルドにより提唱された。かつて、日本では、エレクトラファイルの訳に、親電子の語が当てられたために、親電子と呼ばれることもある。旧電子剤を、気候の説明で図示する際に、その英語名からい、e、いと略される。旧電子剤は、反応する対象となる、嗅覚剤の電子密度の高い部位に対して、 攻撃を行う。有機反応の多くは、電子体の呪術であるため、その場合は、旧電子剤を、ルイス酸とみなすこともできる。旧電子剤には、キイオン、H、ノウなど、分極により陽性を帯びた部位を持つ中性分子、HCl、各種ルイス酸、ハロゲン化、アルキル、カルボン酸ハロゲン化物、カルボニル化合物など、旧各種の接近により、分極が有機される分子、 CL, BR など、酸化剤、加酸区など、オクテット則を満たさないカルベニア、ラジカルや他の分子、BH, D- バルなど、などが含まれる。旧電子剤の反応性の強弱を、旧電子性、旧電子性、エレクトルフェリ式と呼ぶ。ある化学反応を考えるにあたり、ある化学種について、旧電子性が大きいというときは、反応相手、吸覚剤の電子に対する、 神話性が高く反応速度が大きいことを示している。例として、数の反応で説明する。E イコール急電子剤、ニューイコール急角剤、キロイコール反応速度定数。このような反応で E の急電子性が大きいというときは、キロが大きいことを示している。急電子性の代償は、非電化の強さ、イオン化数ではなく実行電化強度だけではなく、 電子を共有することで生成あるいは改変される。分子軌道の旧電子剤側であれば、多くの場合いるものエネルギー順位や立体因子などによっても決定される。それらが、繊維状態における活性化自由エネルギーの代償を決め、反応速度を決定づけるためである。ハサー部速は、ある嗅覚剤に対する旧電子剤の反応性を半経験的に定式化したもので、 反応相手の嗅覚性に応じて変化する球、電子性の代償を予測、評価する指標となる。一方、酸の強弱を表す指標として、酸性、酸性、アシリティキという用語が存在する。これは、酸塩基反応の反応生成物が平行状態において、どの程度の割合で生成するかという比率を表している。例として、数の類似酸塩基の反応で説明する。 A イコールルイス酸、B イコールルイス塩基、キロイコール正反応、作体形成、会合の反応速度定数、キロイコール逆反応、乖りの反応速度定数、K イコールキロ、キロ、平行定数、会合定数、キロ、K の小文字、大文字に注意。このような反応で A の酸性が大きいというときは、K が大きいことを示している。度は、 平行状態における気質と生成物との存在比に基づくため、性反応と逆反応の速度定数の比、すなわち平行定数、解合定数の代償で評価される。逆反応を考えなければならない点が、旧電子性の評価の場合と大きく異なる。特に立体障害の大きい科学種などでは、性反応と逆反応が共に遅くなるため、急電子性、 反応速度が小さい旧電子剤において酸性度も小さいとは限らない。そのような検知からすると、上手のような錯体形成の場面においては、旧電子性は結合生成の速度論支配の因子、キニックファクターであり、酸性度は熱力学支配の因子、サーモディナミックファクターとなる。ブロンステッド酸、H を与える酸の場合の酸性度は、強弱塩基との酸へ塩基平行反応と、 そこでの三回理定数、0、k、イコール、a、h、r を用いて、同様に考える。旧電子負荷はアルケンが起こす主要な反応のうちの一つである。シクロプロパン管も、旧電子負荷を受けやすい機質である。旧電子置換、親電子置換は、方向属化合物に見られる。アルケンに対して、旧電子負荷を起こす、旧電子剤の代表例として、ハロゲン。 br, I など、ハロゲン化水素 hcl, hbr などが挙げられる。それらの付加反応を例にとり、生成物と、旧電子付加反応の代表的な機構とを合わせて、示す。アルケンに周素が、旧電子付加すると、1、2、ジブロモアルカンを与える。例えば、エチレンに周素が付加すると、1、2、ジブロモエタンが得られる。この反応は、 以下のような気候で段階的に進行する。3の段階で生成物の立体化学が決まるため、通常の気質からは、アンチ体、トランス体のジブロモ化合物が得られる、アンチ負荷もしくはトランス負荷。また、水やアルコールなど、嗅覚性を持つ化合物が溶媒などとして共存している場合、ブロモニウムイオン2に対して、それらの分子の負荷が起こり、アルコールや、 エーテルなどが得られる。この気候は、アドニ気候と呼ばれ、要素、塩素、スルフェニルカチオン、水銀イオン、ジクロロカルベンによる、不荷反応においても現れる。IUPAC 表記法では、AAA と表される。蒸気1の段階で、特に非極性溶媒中では、2分子、もしくは3分子の周素の不荷体が介在する場合が、 あることが反応速度論的な検討から知られている。また、周波物イオンが十分両共存している場合は、1の段階から直接3の段階へ進む気候が現れる。フェニル元など、カルボカチオンを安定化させる置換気を有する場合は、β ブロモカルベニウムイオンを中間体として経由する気候が主となる場合がある。三因環状のブロモニウムイオンには、 管理されて構造が決定された例、アダマンチリデンアダマンタンへの付加体などがある。この構造は、ベータブロモカルベニウムイオンの構造と共鳴の関係にあるため、静電化は非極在化しており、非古典的カルボカチオンとも呼ばれてきた。アルケンに塩化水素が9電子付加すると、ハロゲン塩化アルキルを与える。例えば、エチレンに塩化水素が付加すると、クロロエタンが得られる。 この反応は、以下のようなカルボカチオンを中間体とする機構で進行する。一旦カルボカチオン1を経由するため、生成物の立体選択性2と3の生成比は反応の種類によってまちまちである。一方、非対称アルケンに対する負荷の位置選択性 H、CL が左右どちらの炭素に負荷するかの比は、多くの場合マルコフニコ不足に従う。すなわち、 より地感度の高いカルボカチオンが中間体となるように、地感度の低い炭素にプロトンが孵化する。この気候は AS2 気候と呼ばれ E1 脱離気候の逆の経路をたどって進行している。IUPAC 表記法では AA と表される。1の段階において、ハロゲンの孵化の場合に見られるような三因感上の中間体は生成せず、類似した構造の繊維状態を経て、 カルボカチオン1まで至ることが理論計算によって予想されている。フッ水素、溶化水素も塩化水素と同様な反応を起こす。一方、中化水素は条件によっては、ラジカル孵加反応が競争し、マルコフニコフ則に従わない生成物が得られる。ラジカル補足剤や相関移動触媒を用いることによってマルコニコフ型の孵加物が 加酸化物などのラジカル開始剤の添加によって、半、マルコフニコフ型の付加物が、それぞれ選択的に合成できる。これはオレフィンより、工業的にエタノールを製造する上で重要なプロセスである。この反応はより複雑で、硫酸などの酸を触媒として用いる。塩化水素の負荷と同様に進行するが、オスオキが OH 期と置き換わって、 アルコールを与える段階が加わる。有酸は最終性生物には含まれないが反応に関与するため間接的水和法とも呼ばれる。反応の機構は以下のようなものである。この過程によって一分子の水が一分子のエチレンに孵化しエタノールとなる。中間体のカルボカチオンに対し水分子が直接孵化してエタノールに変わる経路も共存する。 置換機を持つアルケンの場合は、マルコフニコフ型付加物のアルコールが得られるが、中間体のカルボカチオンが転移した生成物を与えることもある。ワーグナーメイヤーイン転移も参照。作産水銀をアルケンに付加させた後水素化、放素ナトリウムで処理すると、マルコフニコフ型付加物のアルコールが選択的に得られる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。